先攻青コーナーガッティ、後攻赤コーナーカスケード、オープニングゲーム、泣いても笑ってもこれで最後です。最後バッチリ決めましょう。 DJ イエローボブ、レディーファイ。俺も1MC、 今までのものなんて全て捨ててこの場所に立つ、ただそれだけだ。ただラップが好きでこの場所に立ってる、歌ってるだけだ。他の誰よりも一番輝きたいだけ。カスケード、何もかも全て捨てて俺の胸に飛び込んで俺もそうだ、お前がなんだ。無名有名興味がねえわ。やっぱ好きなやつがこの場所に立てば世界が変わる。それヒップホップだ、まだだまだだ。間違えた時点でてめえの負けは決まったか。俺は16、間違えず DJ のミスも自分のものにする。俺の夢当たり前、何も変わらねえ。そうだな、ぶつかりそう。2007の UMB、 コッチさんが本戦で優勝、それを目にし、手茨城は何者じゃない。やれば勝つ、これは俺もリアルを磨くと思ってる。だからあの日から変わらない。持ってかれたまんまのジャンプ、迫りキングのトロフィー、それを俺が奪いに行く。ずっと憧れてたこのステージ、決勝立ててることがマジで最高に上がるぜ。男女子だけども誕生日ここで上がるわ、新しいチャンピオン。だから俺が段違いガッティさん、この場所ハンディキャップなんてないから。ハンディキャップガッティさん、ハンディキャップ、お口に詰め込むハッピーだ。粉でお前の口がやられちゃう、まずバーカンで酒も飲んでりゃいいんじゃねえか。お前みたいなシャレたやつが嫌い、俺はコマメみたいな男臭いライフ。そいつに惚れてるだからこそ自分を磨きたい。前だけ向いて突っ走ってきた。今夜の5万は子供とディズニー、行く先よく約束をした。だからこそ勝ちは譲れねえわ。一番を取るぜ、今怪しかった、また間違えそうになったね。俺は大丈夫、16ちゃんと乗ることできる。ナンバーワン MC。 分かってる、そのネタばっかしょうがねえ。俺も重要なことばっか話す。2014泣くわけだけど何も変わらねえ。今年は熱いことだらけ。ガッティさん今日なんか熱苦しいことばっか言ってるね。だから黒柔道じゃないけど、あなたのラップ今日からまるで松岡修造。ここで終了、俺らの給料だけどももらえないぜ給料。働くバクトリー、俺たちはやってることは日々はアクトリー。見たくなってる仕事じゃ日銭稼ぎ、つまらない金しか稼げてない。だからラップマイクロフォン一本にかける、ここに俺ある魂。終了。どちらか一方、どっちの旗を上げるか決めておいてください。みんなも誰に声を上げるか決めておいてください。今日2014オープニングゲーム、一番最初のチャンピオンが決定します。それでは判定いきます、お願いします。先攻青コーナーガッティ、後攻赤コーナーカスケード。まずはガッティ、レディージャッジ。青勝者ガッティ。言われなくてもやーやばいね、やっちゃってガッティ。なんか言いたいことあるんでしょ。いやマジでレペゼン、茨城県日立市ってとこから来ました。片道下道で3時間、マジで今日しか俺にはねえと思ってきたぜ。 Yeah みんなありがとう、こんなアウェイの俺をこの場所で押し上げてくれた奴らに感謝。今日の5万子供をディズニー連れて行くのさ、嫁の分も全ての分を家族を養い、これがヒップホップ。今年一番取れたこと全国で必ず証明するぞ。俺をこの場所にあげたやつらマジで損は絶対させないわ。ありがとう、ただそれだけだ。今日はいい夢を見げそうさ。12月16日に俺ガッティプラスコエンマ2人でアルバムを出すから、それの弾みに今夜ここマジで立てたこと感謝するぜ。もう気持ちが高ぶりすぎてフリースタイルなんかできないんで、これ以上やってもなんか気持ち悪いやつになったんで本当にありがとう。レペゼン HTC 日立って街から来ました MC ガッティ、覚えといてください。本当
ホームもアウェイも関係なしにこうやって声援あげてくれたみんなに本当感謝します。ありがとう。それでは表彰しましょう。